何日間行ってましたかね、僕。私事ながら。本日までね、ちょっとあのー、メイ、ケイウ、ウー、まあ、行ってたんですよ。まあ、ちょっとね、みんなみたいな、あのね、島国の、こんな小さい島国に住んでる、バカどもに合わせて言うと、マカオってとこ行ってたんですけど。まあ、あ面白かったっすね。久々にギャンブルしましたね。まあね、いくら買ったんだ、みたいな。もうちょっと劇的なドラマがありました、いろいろ。ま、あトータルで言うと、全部、もう、ありがね、全部。 なくなりました。ただ、じゃあその最後の勝負をする前まで、なんだ俺プラス140万持ってたんですよ。100万円持ってって、まあ、散々遊びまくって最高ね、2、300万ぐらい持ってたので。そっからなんかレートの高いとこ行ったりして、最後のバカラの大勝負の直前までに俺70万ぐらい持ってたの。今回結構勝ってさ、で70万持って帰るってすごい良いことじゃん。 でももう一人の俺が出てきたの。お前、ギャンブルしに来たのに、ちょっとマイナスぐらいで帰っていいのかよ、みたいな。よくねえよ、ジュンと思って。その70万全部バカラにゴーンっかけて、140万にゴーンで増やしたの。で、やっぱプラス30万40万ぐらい。で、もうちょっと欲しいと思ってたの。<laughs> あ、これが倍になったら嬉しいと思ったの。え、これが倍になったら嬉しくない あ、お前らバカだから分かんねえんだ。俺、頭いいじゃんあ。これ倍になったら嬉しいって思うのね、頭いいやつは。あ、じゃあ倍にしようって言ったらそれがゼロになっちゃった。もう一本当に財布に1円も入ってないで。結構100万円負けましたね。せめてプラマイゼロでやめとけ。まあそう、分かるんだよ。思ったの。あ、まあ、まあ、プラマイゼロぐらい。ちょっとプラスだなって素晴らしいことじゃん。でもなんか、この旅がなかったことになっちまうんじゃないかって。 帰ってきてお、みんな俺100万円買ってきたよ。って180万帰ってきたよっ。やっぱそう報告したいじゃん。もう喧嘩大丈夫だった、なんか。なんか俺が、くってかけようとしてるのに、カード作りませんかみたいなことしつこく言ってきたもううるせえっつって。<laughs> もう帰れ日本に帰れつって。中国人に向かって。中国人相手に言ってたお前ら日本に帰れお前が代わりに日本に帰れつって。負けましたね。結果。縛かれた。 あ、そう、緑さんだけ、なんか、全員で勝負しようぜ、っつって、みんなでもう、ありがねもうみんなのありがねを、みんなのありがね全部倍にして帰ろうってなったのね。頭良くない俺ら。で、倍になったらすごいじゃん。全員でもありがね倍にして帰ろうぜ、つって。ほんで、緑さんだけ、ま、あいつバカだから、迷子になって、あいつだけなんか、一回勝った段階で帰ってきた。あいつバカだから。もう、勝とう、どこだ、勝とうって言って、そのまま、 一回目の勝負勝って、二回目の勝負参加できずに勝って帰ってきたやつ。だから最後の写真みんなが落ち込んでるのあいつだけよろしくーってやってた。だから久々に気狂うようなギャンブルしたよ。<laughs> あいつまだマカオでお前探してる。いや、チャンスあったんだよ。なんか、緑さんが帰りのタクシーの中にパスポート忘れてたのね。絶対、俺だったら絶対に気,気づいても気づかないふりすんの。あいつがマカオにね、一人で取り残されたら面白いから。でもやっぱ、 周りの人はさ、心配して言っちゃって、みノちゃんさパソコンれてますよって。あれ、俺が一緒に乗ってたら俺絶対言わないから。惜しいことしたの。とどめさすチャンスだったのね。俺ら燃やすから、こうやって。ライターでこうやって。マカオで政治家になればいいじゃん。<laughs> 不法入国して市民権を得ながら政治家目指せばいいじゃん。もう一回。セカンドキャリアとして。どうせ日本帰ってきても仕事ねえんだからさ。 <laughs> 言ってたよ、国立さんも。最後、みんなで、じゃあバカらして帰ろうぜ、みたいな。うおーってなってね。緑さんが、でも俺金ねえよ、とか言うから。国立さんが、おめえさん、日本に帰ってもさ、おめえとして稼げねえんだからさ、ここで3倍ぐらいし帰れよ、とか言って。<laughs> 緑さんと最後、こうやってカバンの中みんな誘って、もう、これあんじゃねえかよ、つ日本帰ってきても仕事でんだから、ここで増やしてけよ、つって。ちゃんと緑さんだけ。追いはぎみてえに、おい、この10万よこせ、つって、俺が10万取って。 <laughs> ちゃんと倍に、で、その順番倍にして返したんだから。お <laughs> 前っていくら失ったのか、ね。<laughs> いや、めちゃくちゃ悲しかったよ。<laughs> でも最初、笑、笑えるの、まず。さっきまでこんなにあったのに。物の5秒でなくなるから。嘘でしょ。まあでも、しょうがないですね。怖いね。ギャンブルってね。もう日本でやるのはよそう。たまにな。海外行った時にやるぐらいがちょうどいいわ。美味しい食べ物はね、食べたよ。いっぱい美味しい中華食べて、 じゃあ俺の中のバカラ理論っていうのがあって、途中、いくら負けてようが、たとえ数百万円負けてようが、最後のバカラでどうせ帰ってくるんだから、合流よう,う使用理論があるので。美味しいもんいっぱい食って、で、俺、エッグタルトを最後に買おうと思ったんだけど、バ,バカラで負けて、ほんと1円もなくなっちゃって。0円になっちゃって、所持金が。だから、あのー、いるの。カジノにいる、なんか100ドルください、みたいな。俺も物乞いになってた。<laughs> お願いします、お金くださいって。俺、マカオで物乞いしてたの。 誰かお金くださいって。くれなかっただろ、もう。その人たちの気持ちはちょっと分かった。な、なくなっちゃったんだもん。ゼロになっちゃったんだもん。本当財布なんか空っぽになっちゃうの。ほんで、日本ついてさ、財布見たら、奥の方に、大きい財布使ってんだけど、奥の方に1万円刺さって、重み知ったねうわーこれ嬉しいこれ嬉しいって。バカらで単純すぎてつまんないい、いや、がゆえにおもろいんだよね。 意味わかんなくない ?3 枚引いて9に近い方が勝つみたいな意味わかんなくないシンプルであればあるほど面白い。カジノはね。結局みんなバクチューちを最終的にバカラに落ち着く。バカラ一番面白いよ。ルーレットって、なんかね、多分やっててあんま面白くねえんだよ。ずっと見てるだけみたいな。バカラってなんか俺たちがこの数字を出すみたいな。<laughs> え、出 <laughs>、出ないんだよ。出ないで分かってるよ。め、この、めくるときの気合で数字変わるんじゃねえか、みたいな <laughs>。なんかその、モコが最後めくったんだけど、モコ変えろうつって <laughs>。いや、すごかったよ。最後めちゃくちゃすごかったんだよ。ほんとに。なんか、9に近い方が勝ちなのね。で、2枚目までポンポンってめくるの。で、9だったの、数字。意味わかるもうほぼ勝ちよ。9対2とかよ。ほぼ、9対3だよ。 ほぼ勝ち。よかったと思ったの。だから、10以上は切り捨てになるから、ま、要は10、11、12、13。4枚はもう勝ち確9でも繰り返、繰り上げて8。まあ勝ち。は、9、8、7ぐらいまで勝ち目だったので、最後の方が2引いて1位だったの、こっちが。<laughs> で、俺1個反省で、もうそこまで完璧な、もう本当に、もう配信してないのがもったいないぐらいの完璧なるストーリーがあったのね。 ただ、最後の最後に、ババユタカじゃなくて、母校だったら、あ,あ、お前ら、お前らこれで、俺たち一攫千金や、あいつカメラ意識したの、それで負けたの。カメラを意識したら、負けた方がおもろいじゃん。あ,あ、負けたと思ったの。あ,あ、お前らな、今日な、これでな、俺たちの主義が全部なったな、って、母校になっちゃったのね。あ,あ、負けたと思ったの。YouTube の母校になっちゃったの。そずーっとそれまでさ、ババユタカで戦ってたの。べっこり言っちゃった。 139。え、なんで確かに、ナチュラルナイン。え、じゃなんか138だったのかな ?138 だったのかななんかその、じゃ八8でも割れたら、なんか3枚目、絵札だ,だったら勝ち角だったの。なんかすく詳しくはモコに聞いて。なんか13対9みたいな、13対8とかで、か最後絵札出たら勝ち角みたいな。で、3枚目引いて、1になっちゃって負けた。2引いて1になっちゃって負けたから、 ただ、一個俺が言えるのは、そこで倍になってても多分もう一回倍にしようとしてただろうなと思った。詳しくはモコウさんに聞いて。もうその時の記憶が定かじゃない。多分、ま、280万になるじゃん。考えるの。これ500万欲しくねっつって <laughs>。あれこれ500万欲しくねえかなると思うで、多分500万になったら1000万欲しくねってなっちゃうと思う。ドラクエのカジノの理論と一緒で、 なんで不団団が発見した攻略の無双転生じゃ <laughs> あれただのマーチンゲル法だから <laughs>。意味ないじゃん。つまんねえし、あの、ハイリスクローリターンで面白くないんだよ。俺はなんか、爆地が打ちたいの。で、鬼屋はずーっとあいつさ、ゆーりースウェット履いてきてずっとチンコ出しながら魔法いるし。鬼 <laughs> 屋チンコ出て。あいその時、多分公然挨拶でパクられんじゃねえかな。もうズボンがゆるすぎてずっとチンコ出てんの、マジで。鬼屋チンチン出てるよ、つって。もう狂っちゃって。 もうズボンの紐が緩すぎてずーっとチンチン出てんの。いや、もうなんか女の子が行ってる場合じゃなかった。ずーっと火事ノおいてたよ俺。1日1時間とか2時間ぐらいしか寝なかったもん。でも、終わった瞬間からもう、そのウレステ銀家族の小鉄みたいな感じでもう力尽きた。今回でももうこうやばかったぞ。あいつの配信で聞いてみろ。あいつなんかね、もう、怪獣よりやばい。あいつほんとやばいわ。 <laughs> とんでもないギャンブルしてれば。ちょ値段がとかじゃなくて、お、おかしいところにかけて買ってたよ。何お前なんでそこにかけんのみたいな。なんかちょっとや、お前すげえなと思った。金に言うあるのにギャンブルおもろいのに日に着く。いやでも、100万円は100万円だから、100万円かけた時のあの <laughs>、お願いします。僕の100万円を倍にしてください。もう神に祈るしかないじゃん。神に祈るの。俺と黒人さんはオカルト全開だから、黒人さんちょっと待って。でもさ、 このさ、25ドルをさ、適当にかけたらさ、この25ドルの色を見てくれって。これは一番神様、目にいい色だから神様が見てるから、そんないい加減な価格がついたらかけてえからって。ずっと神様の話してたのね。ずっと。ギャンブルの神様対俺たちだ俺と小人さんだったから。そんな適当に、エニーペアとかにかけたら、神様見てる見てないっすかっていや、マジで見てるわ、つって。やめよう、つって。そっから勝ち始めたの。神様に祈るしかないじゃん、だって。ギャンブルなんだから。 いや、まっちゃんとオニアはずっとマーチンゲル法やって,て、最後のオニアがっつり返すよ。<laughs> でもさ、水刺すわけにいかねえから、いや、それすげえ一生法だって俺盛り上げたけど、でこいつらやってるとただマーチンゲル法じゃんと思いながら、苦しみながら、ハイリスクローリターンのことやってずっと。やっぱ水刺したくねえから、いやなんみんな同じぐらい負けたんじゃないなんか誰が一番負けたとか多分ないぐらい、もうみんなスカンピンに帰ってきたから。で、フード行ってないまあなんか、んかサウナ行って、足のマッサージとかしてもらったけど、 気づいたんだよ。日本人の女が一番可愛いってこところ気づいちゃって。風俗が日本で行った方がいいなと思って。日本で風俗行くの俺。海外行ったら、やっぱ日本でできないことやりたいから、カジノやりたいんだよね。日本人の女の子はめちゃくちゃ可愛い。でも、面白かったよ。その、向こうのサウナ場ってさ、明るいから、ねえねえ、チップちょうだい、チップちょうだいっ,つってみんな寄ってくるのね。<laughs> じゃあ俺チップあげるわ、って。 携帯の充電器が詰まっちゃって、これ取ってくんねっつって、お願い取るからチップちょうだいみたいなとが分かった分かったみたいなので、取ってもらって、これ、じゃあチップあげるわっつってチップ渡したら、そいつが5分に1回、ま、詰まってないのまだ、まだ詰まってないのずーっと俺がこうやって安らいでるのに、早く携帯の先っぽ詰まらせろっつってつ。つまんねえよって。今度なかなか詰まんねえじゃねえか。でもね、その、いやしい気持ちが、なんかもう、あまりにもストレートにお金ちょうだって言われるから、いやらしくないの。 お願いもう本当に2000円ちょうだいって言われてると思うんだから <laughs>、カラッとしてんのよ、すっげえ。めっちゃカラッとしてんの。すごいカラッとしてて、全然嫌じゃないの。明るいし。遠回りしてこないからさ、すがすがしくて、そっちもがいいじゃん。港区女子みたいにさ、なんか、心が汚くねえじゃん。お願い家賃払えないから2000円ちょうだいみたいなこと言ってくるの <laughs> あ,あい,いじゃんに、もらい100ドルあげるわ、つ <laughs> やった家賃払えるーって言ってた。 素直でいいんだよね。プライドもクソもねえからな。マカオ帰ってきたからタバコの量めっちゃくちゃ増えたね。一生吸ってられるから。サウナでも一生吸えるし。まあ、カジノは喫煙所じゃなきゃ吸えないんだけど、喫煙所がもう、100カ所ぐらいあるから、もうずっと一生たばせてんの。いや、ババアの手こぎも俺してもらわなかった。もう、その金カジノに使いたいなと思って。面白かったね。あそこだけは、やっぱ、別世界だな。日本帰ってきて、成田空港にかん、 飛行機がちゃんと降りれてもらえるような監視塔が立ってるじゃん。それが、その俺たちがカジノやってたグランドリスボアっていうホテルに、全然大きさ違うし、全く違うんだけど、立ってそれに見えて、あれ俺はまだ夢でまだマーカオにいるんじゃねえかって。こんなに眠たかったのに、ちょっと高い建物見たら、カジノのタワーに見えて、アトなんがプシャって出て、一瞬覚醒したの。あ、でもそんなわけないんだって。もうお金なくならなくて済むんだって。 夢見てた。もう取られなくて済むんだ。ずっと住んでたら破産しちゃうだろうな。多分な。いや俺ラスベガスなんかより数の、あの、マカロが全然面白いぜ。みんなラスベガスとか言うけど、マカロが全然レート高いし、切りつくぜ。刑しな。ラスベガス遠いね。18時間かかるから。時差もクソあるじゃん。あの、ギュって詰まってるからさ。アメリカ物価も高いし、マカロちょうど同じぐらいだから。値段の価値も。そう、だから女の子とかと言って、 楽しめるじゃん。マコなんか女とこい、女の子行っ,っても全然面白くないからね。なんか、男と行って、楽しむ場所みたいな。次はいつぐらい行こうかな ?5 月とか6月ぐらいに行こうかな。半年1回ぐらい行こうかな。日本のでかいニュースなんか流れてないなんか、日本にでかいニュースあったのホストが刺された進撃の巨人が終わった阪神が優勝したま <laughs> じで日常的な感じなんだ。 <laughs> もう一回言って240万かけれわけなね。金が無限にやったら絶対負けないだろうね。でもそしたら面白くねえだろうな。面白くな,な,ないだろうね。もう絶対負けないギャンブルなんて面白くないからね。倍にしていけばいいもんね。でも、そうやって言って大王製紙の社長は同じマカオの同じホテルで100億行かれてんだよ。あの会社の金100億横領して、パクられた人いるじゃん。大王製紙の社長。バカだって100億負けるんだよ。やばくね。<laughs> 絶対やっちゃダメだよね。 本当に日本に作っちゃダメ。死者が何人も出ると思う。絶対に作っちゃダメだわ。200億負けたやつらがいるところでギャンブルやってたら、100万なんてすぐなくなるわな、そりゃ。でもなんかできんじゃないの大阪に。いつできるかわかんないけど。ウニと布団がやってたやつって確率2分の1で2倍になる。いや、それはバカらだね。2分の1で2倍になります。まあ98、98%返しだから、1.98倍になりますよ、みたいな。 ど、どのギャンブルも一緒なんだ必勝法なんかあるわけだけど必勝法なんてあったらみんな働いてねえよ。<laughs> でも神にすがりたくなるときあんだよ。行ったらそうなっちまうんだよ。う頼む、もう、拝むべき神様しかいねえんだ助けてくれるのは神様しかいねえんだよ。神しかいないの。だってもう、ないんだから。てかそんな安定して金が欲しいんだったら、日本帰って働けと思うの俺 <laughs>。意味ねえから。安定なんかないから。 働くのが一番最高の安定じゃん。働いたくない稼ぐ、いや、いや、稼ぐためにギャンブルしてんだけど、やっぱギャンブルってね、倍になるかゼロになるか,だからな。あの趣味の悪い服着て帰ってきたかったんだけどね、あの虎の紋章が入ったさ、あ、まだお前らこんな狭い国で働いてんのって。中国人の富裕層が来てる、よくわかんねえ、誰がこれ着んだみたいな、あれ着たかったんだけどね。ダメだったわ。 なんでトントンでやめれねえんだろうなやめれねえんだよ、トントングレージャー。いや、もうお土産も買ってこない。だって金ねえんだもん。一円も持ってねえのずっとお土産買ってくるんだよ。一円も持ってねえんだよ。どうやってお土産買ってくるの金ねえのに。盗むしかねえじゃん。そうしたら。盗むの。財布の中、あの <laughs>、財布の中の小銭こうやって集めても、もう小銭もねえし。先に買っとけばよかったなもったいねえと思って買わなかった。どうせ勝つんだし、俺って。 毎回思うんだけど。ケツの毛まで抜かれた。ちゃんと。<laughs> ないわけないじゃん。小銭ギャンブルに使うの使う。あの、綺麗にもギャンブラーあるあるだと思うんだけど、もう、小銭を大きい金にどん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 変えてって、ちゃんと。<laughs> 波数が出たら、もうちゃんと、それ集めといて、それでかけられる最小の額に、変えてって、もう全部使う。1円も残ってないよ。本当に。ガチですからかん。2本円しかない。本気で。 たまたまあった1万円札。でもそれ見つからなくてよかったわ。見つかってたら換金してやってたから。500ドルに変えろこれっつって。500ドルを元手にやってただろうね。あ、カジノ行ってカジノ終わったことあるのない。<laughs> 人生冷静かに言えたら一回もない。毎回勝ったっていうふうに、勝った時の記憶だけこびりついて負けた時の記憶がなくなるから、毎回勝ってるみたいな気持ちで行くんだけど、 俺今まで5回行って1回もないわ。全部すっからかんなって帰ってきてる。冷静に考えたら1回もないわ。ゼロ。ちょうどゼロになって帰ってくる。で、タクシー代だけ残っ、っタクシー代しかねえよっ、つってる雑談を毎回してる気がする。総額いくら負けてんだろうな600万円ぐらいだろうね。で、まだちょっと帰ってきそうじゃない ?600 万円だったら。取り返せるうち,うちに取り返さないよな。ベトナムの時、俺死ぬほど負けたよ、多分。200万円ぐらい負けた。150万円ぐらいか。で、毎回100万円で決めてるから。 そうやって考えるとさ、競馬絶対やっちゃダメじゃない競馬って2時間で100万なくなるじゃん。マカオ3日間、えもう遊び倒して、死ぬほどおもろくて、100万負けんのね。競馬さ、馬走ってんの見てさ、2時間で100万なくなるの。競馬でやっちゃダメだ。一番。恐ろしいわ。今思った。みんな気をつけてください。1分50秒で100万負ける博打が日本には存在するんで。あれ覚えちゃったら今度はカジノにも行けなくなっちゃうから。 なんで長時間かけてちまちまやるの一回でかく貼って大勝ちしてやめればいいだろう、まあね。そうやって思うんだよ。思うんだよ。俺も。でもそれができるやつはいないんだよな。だって旅行行っちゃってんだもん。しかもやってるのが面白いしね、みんなとワイワイ。で俺黒人さんとしか一緒にいないから、もう後のみんながどういう風にしてたか俺マジわかんねえんだよね。黒人さんと神様、あの、どうやったら神様が俺たちに味方するかっていう話をずーっとしてんの。いや、黒人さんでも、そんなことやったら、 神様味方しないと思う。んもう <laughs> 俺神様とか一ミリも信じないんだけど、魔化を言った時だけ俺神をし、に、祈るのね。ずーっと神様。ギャンブルの神様のあり方。について喋ってんの二人で。いや、それ、そんなことやってたら、いや、一生懸命や、なんかたまにいるんだよ。めちゃくちゃ富豪がいて、ボーンとか言って。なんか100万とかかけて、負けても平気な、もうやっぱ企画外の金持ちなんてさ、負けても痛くねえ額でバーンって100万円払うわけじゃん。んで、 負けたあった出てくるの。で、それ二人でごめんさんさ見てましたって。あれ、ギャンブルの神様は怒ってますよね。ってあちょっと、ダメだ、こギャンブルの神様がこのテーブルで怒ってるから出ようっす。二人でこうやって <laughs>、移動するんだよ。ギャンブルの神様を怒らせたら怖いから、いや、多分、このテーブルにいるやつみんなに怒ってるから、い、あの、他にしましょう。つって。ガチで移動するからね、俺ら。病気になっちゃうの。二人してずっと、いかに神様を怒らせないかっていう。神様理論で、俺一時期ね、初日、100万ぐらい打ちたので、 で、言ったじゃん。配信で何回も言ってたけど、今100万くらい買ってて、ちょっとレート高いところ一人で勝負しに行こうと思って、みんなもう寝ちゃったから、俺もう頭アドレナリに出すぎて、久々のギャカジノだったから、みんなは半年ぐらい前に行ってんだけど、体調不良で行けなくて。で、5時ぐらいに、まあまあいいレートのとこ行って、ミニマム500。ほんで、倍にしてって、2万ドルかけて、なこの勝負買ったら倍みたいな、ダブルっていう機能があるんだけど、そこに4万ドル突っ込んだろ、絶対勝ったと思って。 それで負けて、そっから転げ落ちた。神様怒らしちゃったの。あれ神様マジで怒った。あれなかったら絶対にあったからね。4万ドルだから一撃80万勝負したのね。神様が怒った。まあ、そんな勝負、そんな楽して勝とうと思ってんだったらそれは怒るわ、っつって。え、何が違うブラックジャックで相手が6、6で、こっちエースと9よ。で、役的には20なのね。21に近ければ勝ちのゲームで21はほぼ勝ち確 で、俺20だったのね。でも、相手6、飛びますよね。って言って、俺ダブルしたの。2万ドルかけてんだよ。ほんで、4万ドル突っ込んで、相手が5、10、10って出して <laughs>、21で、あーもうダメだ、もうクソもんねえ。行くでしょ。相手6よ。一番弱いんだよ。5と6は。でも、20で勝負するべきだったわ。あれ、神様がマジで怒った。そんな簡単に勝てるわけねえだろ、てめえが、つって。俺、初日でだから100万、200万くらい浮いたら、もう気持ち楽じゃん。 あとはさ、そのさ、あの、負け組どもを後ろからこうやって見ながら、お前らま、まだそんな負けてんだって言いながら、で、ね、配信でもして楽しく過ごそうかなって。4万ドルが4万円かけてる価格になる、なるなるなる。で、200万円の、だ10万ドルって200万円なんだけど、そのチップがこれぐらいのキャップ1個になるのね。<laughs> これだよ。これが200万円なのね。これだよ、本当に、大きさ。だからもう、 か、かへ、かへの感覚がなくなるから、お金は全額日本に持ってかれないよ。ちなみに、カジノで買ったら税金かかるから、90万円以上は。早く、早く言われたい。なんか200万くらい買ったよって配信で言って、あのバカどもが、税金払えよ、税金払えよって。税金1億払ってんのよ、ね、俺。<laughs> 言われんのマジで。<laughs> 税金1億5000万払ってるやつ言ってくんの税金払えよっ,つって。まだ飛んだから、てめえ、お前ら岸田の悪,悪口言ってるけど、てめえらなんかよっぽど質悪いだろうと思いながら、ヤフコメに、を上から目線で見てんだけど、言われんの。 払ってるっつって。90万円以上は、もし、持って帰ってきたら税金かかるよ。しかもなんか二重に取られる場合もある。なんか、その雑所得の、海外で稼いだ雑所得の、その税金の申告って、なんか複雑でめっちゃ。海外で払ってもいいし、日本でも払っていいよ、みたいな。海外で申告して払っちゃうこともできるんだけど、帰ってきて、なんかし、めちゃくちゃめんどくさいの。だから日本で払いますっつって、日本に持ってきて、計上して払わないとめんどくさくなる。 だからまぁ言わねえけどな、配信者以外は。雑にやったら、マジで持ってかれるよ、全部。だ、プラマイゼロぐらいが、ちょうどいい。てか、負けるのが一番いい。<laughs> マジで負けるのが一番理にかなってる。オニアも払ってるはず。あのー、あいつ海外で払って帰ってきたって言ってたから。ちょい負けぐらいが、一番、楽。そんなこと無視して勝ちたいけどね。てか、ギャンブルしてるときに税金のことなんて考えてね。金のことしか考えてね。 緑さんは申告してる。あいつのかけ方知らねえだろ。お前36箇所のところに35 5箇所に200円ずつかけて98%継続だつって1日打って、な,なんだっけな。4000円プラスで帰ってきて喜んでんだよ。<laughs> あいつが90万以上稼いことないから大丈夫。せせこましいギャンブルしてるから。でも甘わなかったんだよね、緑さん。何してたんだろうね。配信してたのかな開いたのかな ハブられて寂しがってた言う <laughs> そんなガキじゃねえんだからみんなどこ入れて連絡すればいいのに <laughs>。みんななんかさ、団体行動できないからさ、みんなバラバラなのね。ほんと現地集合。じゃマカオに着きました。じゃあこっから自由行動でさよならっつって、たまたま遊びに行く場所が一緒だから、示し合わせて行くやつねえから。たまたま会うだけで、みんなで行動してるわけじゃないの。本当に。俺だからほんと一人だったし、国人さんとずっと二人でいたし、こ孔ともほとんど会ってないし。 何してたか分かんねえわ、あいつ。いくら勝った、いくら負けたみたいなのは、知ってるけど、俺たちの旅行はね、なんか、そうなんだよね。現地集合、現地解散なんだよね。一緒に行く意味ある。やっぱ、<laughs> 負けた時に、知ってる奴が近くにいると、同じ穴の無ジナがいた、みたいな。<laughs> 抱きしめ合える。傷の名前ができんの。基本負けるからさ。ご飯も、タイミングあったら一緒に食うけど、ほとんど別だと思うよ。毎回そう。 鉄の掟て。でも、会うからさ、行くところなんか大体一緒だから。だって、10人で行ってさ、団体行動してたらさ、機動力悪いよ。大体なんか一緒に、行動が、大体一緒のやつと、俺国人さんとず、なんか大体同じようなことやるから、あの、二人でずっといて、ま、っちゃんとお兄はずっと1人いて、モコは一人でずっと、<laughs> あいつマジ何やってるかわかんない <laughs>。回遊魚のように。大体二人ぐらいでみんな行動してんじゃないで、緑さんはなんか配信しながら、 やっててあ、ピョコタン先生と藤田さんは、まあ、な観光しつつ、みたいな。大体、そう。10人で一緒に行動してたら疲れちゃうよ。藤田さんと藤田社長、あ、そう、あんなんだっけ、あのー、サイバーエージェントでしょ本当は、あの、ファミコン芸人の藤田さん。何度も言ってるのに何観光するの俺観光したことなくてさ、マカオ意外と観光するとかありそう。てか、YouTube が意外と、海外の外配信いけて、なんか Twitch マジでさ、 携帯からさ、配信できなくてさ、本当に。マジでできなくて、食い合わせめっちゃくちゃ悪くて。なんでツイッチこんなんできないんだろうね。てか他の配信もそう、そうらしいね、今ね。なんか、日本でやる外配信も携帯からじゃ今できないらしいよ。理由わかんない。なんか今、あれしてんのかな全員なんだって。お前がまたチャリンコのおちゃんは観光名車のセナド公園に連れて行こうとしてた。<laughs> マジで何ってかわかんなくて。 で、ちょっとお前待っとけって言われて、はいって言って待ってたら、自分のなんか、宅配便みたいなのをこうやってなんか取りに行ってガサガサやって,てでもずっと待ってんの、そここうやって。俺何やってんだろう。あのジ g スケベジ g 最高だったよ。すっげえ涼しいし。で、俺さ、海外で使えるシムって、俺物だと思ってたんだけど、あれオンラインで全部処理できるんだね。視聴者からやり方、これですよみたいな感じで送られてきて。 俺全然知らなかった。俺なんか昔の人間だからパカって開いて、なんかさパカって取り替えるのかなと思ったら全然そんなことないんだって。もうオンラインで手続きできるんだって。eSIM っていうのちょっとわかんないけど。すごくないフォーマーカードじゃねえんだ。それもあるのえ、ってことはさ、世界中のその SIM 買ってれば別にどこでも普通に携帯使えるってことへえ。ー。ソフトバンクが使い放題なのはアメリカだね。 なんかアメリカの携帯の会社キャリア2番手だか3番手だかを買い取ってソフトバンクはもう無敵だよ。普通に日本にいる時みたいな気持ちで使える。アメリカ放題みたいな。ハワイも使えたし、多分。ハワイも使えた。で、アメリカの本土も全然使えるし。でもアジアはやっぱ使えなかったな現地のシムは多分速度速いって噂は金ね,ね聞いてたんだけど、俺なんかその中身入れ替えるのかなと思ってできねえだろうなと思ってやってなかったんだけど。 ドコモは全部使えんのツイッチのガビガビなやつ、マザーさんの配信でも起きてたやつなら、見る側が画面を相当以外を選択すればいいだけ。へえ。ー。みんながなんか変えればいいのなんか他の配信者でもこれ起きてるんですよねみたいな。480とかに落とせば見れるんだ。マザーってナオコのことじゃないよね。え、この人のことじゃないよね。死んでるんだけど。楽天も設定なしで世界70カ国そのまま使えるやばくね 本当にただ世界中どこにいてもアンテナ1です <laughs>。日本にいてもアンテナ1、アメリカにいてもアンテナ1。遠いところから月ぐらいにあるんだろうな。月からうっすらなんかこの、こういう回線を出してるかもしれないね。裏側にいなければ大丈夫みたいな。でも使えるんだ。ええー、やば。アハモは、マジでそのもちょアハモってやつがいいらしいよ。アハモだって。ドコモのやつ え、じゃ、どこも一択なの俺今ソフトバンクなんだけど。でもこの前ソフトバンクに電話して、キャリア変えたいんですよねって言ったら、でもね、加藤さん。人情話みたいなのが始まって、加藤さんは今ね、12年間ソフトバンクの iPhone をつ、あのー、使っていただいています。本当に変えるんですかって言われて、変えません。つって、さっちゃんと二人で家カイに行って、あ、変えません。つって変えなかった。でもね、加藤さん。俺だけ変えなかった。じゃあ、 せっかく12年も付き合ったんだったらやめます、つって。泣き落とされ、き落とされた。iPhone3 から使ってるからさ、俺。iPhone 歴、とんでもないでしょ。はた、22ぐらいから俺使ってるはずだよ。もう16年ぐらい、iPhone 使ってるからさ、あのまだ、このビスケットみたいだった頃の iPhone 知らないでしょ。こういう横長のさ、ビスケット iPhone。3G から使ってんだぞ、俺。iPhone3G。 ま、かわっ一泊二日で普通に泊まったらどれぐらいいや、金全然かかんないよ。飛行機もエコノミーで行ったら8万円で往復できるし、ホテルも別にいいとこ止まんなかったら一泊1万円だから、15万円あったら行って、ご飯食べて観光して帰ってくれるね。安いよ。カジノ行かなきゃだね。安い安い安い。で、カジノ行ったら1000万。行かなかったら15万。サウナもそんな高くないよ。 500ドルで、入場料金500ドルで、まあ、まあ、1500、散々行って1500ドルだから、3万円で、女買ったら高いよ、そりゃ。5000ドルぐらいするから、10万円ただ、カジノ以外にマカオに何しに行くんだよって話になっちゃうから。ま、あでも100万円ぐらい、まあ、50万円ぐらいだな。50万円あったら、すごい楽しく帰ってこれるんじゃないかな。で、別にさ、カジノ別に好きじゃないよっていう人もいいんじゃん。でも、だったら韓国とか行った方が良さそう。 台湾俺は飯がうまくねんだよな、あんまり。八角みたいな。あれ、高級博物館あるのって台湾だっけそういう、その歴史とかをが興味ある人が行けばおもろい。シルクロードの最終地点にいっぱい溜めてあったものを台,なんか台湾に逃げてきて、そこで飾ってありますみたいな。ただ、そんな歴史のあるところなんだって言って、 言ったらすっごいハイテクノロジーのイヤホンつけさせられて、右手にご覧いただけますのは全然歴史感じないのね。すごい事務的に紹介されるの。さあ皆さん、な、高級博物館のなんとかツアーへようこそみたいなこと言われて。<laughs> 俺ずっとその鏡に、全然近代的な鏡にガラス張りに飾られたその博物館をそのイヤホンで案内されるのね。 行ってみてほしい、故郷博物館。俺は、それ目当てで確か若い頃行って、なんかもうすごいちょっと肩透かしあった記憶がある。QR コードもあるんだ。<laughs> さあ皆さん、じゃあそちらのね、そちらの商品はこの QR コードにかざしてご覧くださいって言われて今こうやって QR コードかざすの。ちょっとやだなあれも行ったの。中国でさ、真の始皇帝の墓とか行ったことあるけどさ、 なんか、地下にも俺、俺、記憶が定かじゃないけど、地下に潜ってって、もう土臭い中、こうやって見た記憶があるんでそういうの想像していったら、全然ジャパル、はいじゃあ今日の、あのね、このね、あれはシルクロードでね、あの、ジャパネット高田が MC やってて、俺が行った時。そう、平場よ、平場よ。皇居博物館ね、ジャパネット高田が MC やってんのね。MC がいんの。それがいなかったらね、面白いんだけどね。俺中国行きたいわ、てか。 中国俺中国行きたい、今一番。26年行ってないんだけど、その時はさ、本当に中国に全員自転車乗ってたんだね。で、今は多分もう日本よりさ、国力がすごいじゃん。万里の長上とかも、中身変わってんじゃねえかなと思って。QR コードで、はい、もう QR コードで見てみたいな感じでさ、なってそうじゃないタイ、マレーシア、シンガポールも,も、最近行ってないけど、なんか俺あんまり、好みじゃないんだよね。あ、じゃタイは面白いけど、シンガポールはあんま好きじゃなくてさ。 意外と何にもやることねえなって。マーライオン、マーライオンってさ、すっごい大きいイメージだよ。だいたいスパイギアぐらいだろうね。<laughs> 全然、スパイギアと同じぐらいなの。マーライオンの大きさ。すっごいでっかいの想像しないだいたいスパイギアぐらいだろ。ほんとに。あ、あれあんまり大きくねえなってイメージがある。で、子供の時行ったからさ、なんか、ナイトサファリーに連れてってやるよって友達親父に言われて、深夜の夜の動物園に侵入しようみたいなコンセプトなんだけど、 夜だからこっちも見えねえのね <laughs>。お互い見えない中こうやってただずっと暗闇の中ただ移動してるだけだからあんま面白くなかったんだよね。ただの暗闇だったんだよね。冷静に考えたらそうだよね。でなんかジェットコースターみたいなの乗せられてゆっくり行くみたいな感じだよね。確かね。国内旅行もめっちゃ行ってるよ陰でこそ,こそで沖、北海道から沖縄まで意外と行ってんだ。一泊二日で。福岡もよく行くね。飯がうめえ。 箱根は実は月に一回行ってるし。いや、北海道はだってめっちゃ行ってるじゃん。配信でも行ってるじゃん。で、俺配信で風俗行ったんだよ。今もうおかしくない <laughs> 俺配信で風俗行ったんだよ。くせにおっぱい触ったんだよ、それで。ピザラジのロケで。え、おっぱい出してたのこうやって。向こう側からカメラだったからみんなに見えてない。公式放送で俺風俗行ったんだよ。ちゃんとおっぱい触ったし、こうやって。これ大丈夫なんですかつあ。まあまあ、大丈夫です。まあ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 。 <laughs> キスもしてた <laughs>。風俗行って、おっぱい触ってキスしたらしい。じゃあもう風俗じゃん、それ。俺キスもしたらしい。風俗です、じゃあ。しょうがなくないもう風俗、あの、仕事で行ったんだから。ちゃんとしたニコ生の公式で行ったよ。その時。仕方なく行ったの。行きたくないのに。俺、なんか、なんかあんまり好きじゃねえなー泣きながら行った。裏で大石さんがライブしてんのに俺風俗行ってた <laughs>。同じギャラで。泣きながら俺風俗行ってた。 同じ人間なのにこんなにち、違うんだなって。あれもう5年ぐらい前。加藤淳一の純散歩北海道すすきのの編。2019年。あ,あ、ちょうど4年前だ。あれからもう4年経つんだ。なんかさ、生放送した時にさ、その時の現地のアイドルみたいな事務所から配信したかったっけあのアイドル頑張ってんのなんていうアイドルだっけフルーティー。フルーティー頑張ってんのうちの姉妹アイドルなんだけど。結婚してアイドルやめた。<laughs> じゃ、その時彼氏いたやん。ねその時彼氏いたやん、じゃあ。絶対。まあでも幸せになったら OK だな。あれも4年前なんだ。34で俺仕事で風俗行ってたんだ。<laughs> <laughs> 熱いな。夢があるな。そうやって生きていきたいね。メンバーを交代しながらまだ勝つおまだ頑張ってるらしい、フルーティー。 札幌ビールの工場行ったら覚えてるあれなんだっけ行ったわ、ゲロちゃんと。誰と行ったっけゲロちゃん俺、チャンコロピーあと誰マリオさんあれなんで行ったの山田さんもいたニコラジか。うんこちゃん出張ニコラジ特別編札幌ビール千葉工場春光30周年スペシャル。春光30周年で行ったんだ。今から5年半前だって。 でも内容覚えてねえわ。なんかでもいいビールの継ぎ方とかを習った気がする。あ、町会議のニコラジブースのスポンサーが札幌ビールだったかなってことが。なるほどね。そうだそうだそうだ。山田氏たちはビールの悪い人ってきつい NHG になった。<laughs> なんでね <laughs>。ちょ、なんかあったらそんなの。なんだっけ山田さんってな,な、なんて言ったんだっけなんか忘れちった。なんか変なこと言ったんだよね。なんだっけあ、毒入れてるって言ってたんだっけ <laughs> なんでだっけ <laughs> なんか、そんな事件もあったら、なんか、そんなのがあった気が、し、したりしなかったり。エモンが生産狩りで殺すてコメントし,して、久しがビール見ながら、これに生産狩りが入ってるのかなって言って,て、別に山田さん悪くなくない <laughs> それ視聴者がそうやって言ったから、そうやって返しただけで <laughs>。山田さん悪くねえじゃん。はめられただけじゃん。コカ・コーラにコカが入ってるって書いて訴訟されたやつで、コカって何なんか、あれなの コカインの元ってコカっていうの。それで、あの、そ二文字一緒だからみたいな。コカの葉からコカインができるんだ。で、それを書いたやつが、なんか訴訟を起こされてたの。まあ、それは起こされるわな。<laughs> コカ・コーラからしてみればとんでもないことだよね。入ってないでしょ、だって今。大昔に入ってたっていうあれもあるんだ。今入ってないで絶対。戦争時にアメリカ軍がコカイン入りのコーラを飲まして、なるほどね。 内要は、日本、あの、第二次世界大戦の時に、あの、ヒローガポンでヒロポンっていう、シャブを打って、あの、決めてから突っ込んでいくみたいな。ちゅうことなんだ。で、ヒロポンなんて、ついな、おじ、あの、おじいさんたち、多分やってただろうしね。ヒロポン。あれ、ヒローガポンと飛ぶからヒロポンっていうらしいよ。ま、ああれ要は覚醒剤でしょ。質の悪い覚醒剤だよね。タイマス吸ったことないで。日本人、なんか海外行ったらタイマス吸うみたいな、 あるかもしんないけど、俺普通タバコ吸ってるし、でもアメリカとか行って喫煙所行くと、うん、俺以外全員マリファナ吸ってたよ。タバコ吸ってるやつの方が少ない。マジックマッシュルームもめっちゃ流行ってたよ。俺はやってないけど、怖かったから。お母さんに絶対やるんって言われてたから。で田舎者だったから、もう怖くてやってないけど、マジで普通に渋谷のセンター街の入り口に、マ,マジックマッシュルーム売ってるやつがいたの。合法だったから。で、なんか、それから2年後ぐらいに多分禁止になったんじゃないかな。 今はさ、なんかそういうのないの現在。俺、例えばさ、CBD ってさ、あるじゃん。あのー、C 社の CBD。あれってさ、要は大麻の、ダメな成分だけ抜いた大麻みたいな感じなんでしょ俺、怖くてやってないんだけど、分かんないぐらいいつ違法になるか。そのうちアウトになりそうじゃないギリギリって感じなのギリギリってか、まあ今は絶対セーフでしょドリンクとかもあるじゃん。分かんなくてやってない。 その、シーシャバーとかたまに行ったときに、基本 CBD 入ってますみたいな。だから、いつものは、CBD とアルコール抜いてくださいっていつも頼むの。グミとかもあるんだ。気持ちよくなる成分が入ってるらしい。<laughs> 気持ちよくなっとるやん。ねえ。気持ちよくなっとりますやん。じゃあ、CBD は気持ちよくなる成分じゃなくて落ち着く成分らしい。<laughs> やってみるか、じゃあ。 合法なら、CBD 吸うよ、CBD 吸うぞ、配信。CBD はお花の匂い嗅いでるような、あー、あ、安らぐとか、木々の匂い嗅いで安らぐみたいな感じなの。いやでも俺決めてんだ。そういうタバコ系の案件受けるのは、俺 JT って決めてるんで。あの、JT の案件受けたいから、わーっつって。ライバルは、あの、大悟。俺も一日一応タバコ80本吸わせてもらってるんで、真摯に。 最近もう二刀流なんで、ちょっとできれば、JT、タッグ組みたいですね。タバコ界の大谷翔平って言われた。<laughs> 千鳥の大悟、タバコ界の大谷翔平って言われてるらしい。あの、喫煙所探ぼめっちゃおもろいしね。この、都内で、タバコ吸えるところ探そうみたいな感じで <laughs>、一生い、吸いまくるみたいな。あれおもろいよな。しかも、 草子役、突っ込み役のノブさんもめっちゃタバコ吸うらしいのね。だからすごい違和感があるらしい。二 <laughs> 人とも超ヘビースモーカーなのに、か止める役で入んなきゃいけないのがしんどいらしい。隠れてる吸うらしいだから。タイマの葉っぱがダメで種はオッケーなんだ。そでその CBD は種の方なの。茎がダメなんだ。俺詳しくねえんだ。てか好きじゃねえんだよね。もう黙ってタバコ吸っとけって思うの。絶対マリファナより体に悪いし、こんな最高だもんねえじゃん。 普通に離脱症状で幻覚見えるし、体からアリが這い,い出てくるような、ね、離脱症状が起きるレベルの薬物が合法で今売られてんだから、まずそっちやろうぜっていう。普通に体の方が悪いから体に。タバコの方が。俺、さっちゃん言ってたんだよ。いや、ダメ。俺なんか誰かさ、俺の頭、後頭部にさ、ストローさせて、チューチュー今飲んでないよねっつって。今飲んでないよねそれぐらいの離脱症状起きたからね。3年辞めてたからな。 あの金煙の地獄味わったのにまた吸い出すの頭おかしい。<laughs> なんで、<laughs> って、だからそれも C 社が原因なんだよ。あの C 社バーとかでも飲むようになって、C 社吸うようになったら、ここ物足りガツンと来ねえな。あの時のガツンとした感覚欲しいな。で、フォイのパ,パーラメント一本もらった瞬間に、朝日がふわーって、日が昇ったんだよね。 禁煙なんて一週間経ったら余裕だろう。それはなんかお前がすごい精神力を持ってるからタバコ吸ったことないからどっちかだよ。俺は三年間毎日タバコ吸いたかったよ。ふとしたタイミングで、あ、タバコ吸ってんなて。ああ、今俺禁煙中だ。三年間毎日タバコ吸いたかったよ。ちなみにね。ね、最近ユータもタバコ吸っちゃってるんでしょあいつでも、最初ネタでこうやって、じゃあ僕も一本見たいな感じ、ネタで、ネタで吸ってたのに。<laughs> 普通に、なんか吸ってない ヘビーな方よ。みたいな感じ言ってない先知ってないのかなあ、もうやめたんだ。絶対知らないがいい。タバコなんて100があってマジで一理なし。いいこと一つもないからね。酒とタバコは、なんか酒は百薬の長とか言ってるけど、絶対嘘。酒飲んだ次の日って体くそだるいし、めちゃくちゃ体調悪いじゃん。もう酒もタバコもやらないに越したことない。ほんとに。絶対毒でしかない。あんなもんは。絶対毒。 適量ならとか言うけど、毒。<laughs> 正当化すんな。俺も酒も飲むけど、正当化すんな。お前さ、あやなんがセカンドパートンって言ってるようなもんだぞ。肯定すんな。あれ、ご、毒だろ。体調子悪いもん。だって。酒飲んだ次の日。もう体に一滴も入れなければ入れないほどいいでしょ。アルコールは100回あって一理なしって研究出てます。<laughs> そうだよね。酒もタバコもやるな。やらないに越したことね。やるな。絶対やらない方がいい。 <laughs> 陽名、幼名はちょっとわかんないけど、俺の飲んだことあんまないから。俺、おばあちゃんが飲んでたけど。ダルビッシュも飲まないに越したことはないけど、飲むなら蒸留酒がいい。蒸留酒って何あ、ウイスキー。ハイボールとかウォッカとか焼酎。泡盛。ウイスキー。ブランデー。結構飲めるじゃんジン。ほとんど飲めるじゃん。ウォッカ。テキーラも蒸留酒なんだ。ラム。だって。た、糖質が少ないからってことね。 なるほどね。ビールはダメなんだ。へえ。ー。誰にタバコやめてって言われたらやめれる。ええ。ー。俺って自分の意思がなきゃやめれないと思う、タバコって。まあ、子供できたらとかじゃないと。みんな、そのタイミングでやめるよね。いや、松井に言われたらもうやめるしかない。ま、市松と大谷。市松、大谷とダルビッシュぐらいかな。タバコやめましょうって。ぐらいですかね。 立つのに言われたら、つの則だって元ヘビースモーカーですやんっていう。あんた監督になってタバコやめろって言うけど、元ヘビー、現役の時パカパカ吸ってましたやんって。俺の歳ぐらいまで吸ってただろ、達則。多分。<laughs> ダルビッシュも吸ってた、確かに <laughs>。真面目になったよね。そうやって考えると、日ハムがいい教育したんだろうな。 子供できたら変わるぞ。俺は2歳の娘にタバコいやいや、キスしたくないって言われて辞めれたそれ言われたら、松井よりやめるわ。嫌だ、パパ口臭いって言われたらもうすぐやめるわ。それはやめるわ。キスできないぐらいだったらやめるわ、子供と。それはやめれるね。それが一番だな。あ新しいパソコン届いてる、今。届いてる、届いてる。玄関に置いてある。明日から新パソコンで配信しようかな。いや、でも、マイクラのログインとかがクソめんどくせえ。 あ、美容院のオープンの日って決まったけど、いずれ発表するね。まだちょっと先になるから。キンキンじゃないから、あの、お披露目会するね。<laughs> 俺、お前のところで切るために女ぐらい伸ばしてる。別に今切って、またさ、オープンしたに来てくれればよくないなんでその、その、風俗行く前に3日制止食べるみたいな理論でさ、長ければ長いほどいいわけじゃないよ、別に。嬉しくないよ。長ければ長いほど俺嬉しいと思ってるかもしれないけど、全然嬉しくないよ。ちなみに、最悪な、 あれだよね。髪クソ長発、笑い飯の西田みたいにさ、ね、髪の毛の先っぽにうんこつけながら来たら。嫌じゃん。アフォエも切ってくれるらしいね。だからカットモデルいっぱいいるから、あの、メンバーっていうか、もうあ、採用者決まったから、あとはそれをいつお披露目するかなんですよね。美容師さん決まったんですよ。無事に。で、いろいろちょっと、準備が多分1ヶ月2ヶ月ぐらいかかるから、 年末年始ぐらいなんじゃねえかな。俺もそろそろ切なきゃダメだな。金杯が生きてるうちに切ってもらえ。金 <laughs> 杯の、どうせすぐ死ぬじゃんみんな。金杯もさんも緑さんも。緑さんも言われたもん。加藤俺も配信しながら切っていいかってっか。緑さん来ても、あのー、迷惑だからじゃあ時間外に来てくださいって。で、オニアはすいません。タタで切らしてください。あいつ小じきはだ,はだしいから。ちょっとしばらくタタで切らしてくださいって。あいつ金稼いでるはずなのに、しばらくタタで切らしてくださいって,言ってくるので、ね。 こ事き二人抱えてるから、俺。だから、緑さん配信してもいいけど、その代わり俺に切らしてくれてるさ。<laughs> 金取らなきゃ別に切ってもいいじゃん。友達に髪切ってるのと一緒だから。じゃあ、緑さん来てもいいけど、その代わり緑さん来たら俺が切りますよ。って言った。俺が切るから。いや、でも、髪の毛生えてたよ。なんか、M 字ハゲがなくなってた、緑さん。ちょっと。この辺の髪生えてたよ。嘘だーって言ってたけど、いや、生えてるよ、緑さん。生えてる、生えてる。あいつ AGA で、生えてる。生えてきてる。 薬飲んでるから、生えてきてる。ただ、肝臓の値が終わってるらしくて、だから、死を取るか、ハゲを取るかで今選択、選択迫れてたよ。どう思ういや、で緑さん別に死んでもおもろいからどっちでもいいんじゃないですか最、最高の結末は、体壊してハゲるっていうのが最高なの、俺的に。<laughs> あの、肝臓の値がどんどん悪くなってるのに、薬が効かないでハゲていくっていう未来が最高じゃん。俺はそれ願ってんだけど、ハゲて死ぬっていう。 ハゲて死ぬのが一番おもろくない <laughs> って言ったよ、ちゃんと。そうで黒人さんがどうでしたらまあまあ、うんこちゃん、つって。普通に緑さん死んだら悲しいでしょとか言って。<laughs> ガチで相談されて。あ、緑さん髪の毛生えてきたじゃん、つったでも肝臓の数字が今 E だよ、加藤。ABCDE、ABCDE の E で E だよって。じゃもうすぐ死ぬんですね。金、金梅ももう生きてらんないらしいですよ。そうだな。で、緑さん死んだらしい。多分緑さんもじゃ肝臓の値が悪くて、ね、死ぬから、 もし死んだらツイッターのアカウント俺にくださいって。下上げていいですかちゃんと取り付けてきいいよって言ってた。俺模試するんでって。一応ね、許可得てきました。で、暗黒放送のアカウントで俺が緑さんの葬式をちゃんと動くで写すから。緑 <laughs> さんのお父さんに本当にお願いします。生前の横山緑のお願いなんですっって。あん、ななんて言ってたけど、ライブカメラで。三 <laughs> キャメで。それは俺が全部お金出すから。三キャメで。 で、あの、仮装の時も、あの、カメラここにやって、<laughs> 緑さんが燃えていくところ <laughs> で。ねギリギリまでやっぱ配信してたくないマスクかぶして、あの、仮装の中にカメラ仕込んで、やりたいよね。カメラ入れっぱなしで燃やして、いや、バーなっても死んでんだからバーなってもいいじゃん <laughs>。死んでんだからバーなってもよくない,い死んでんだもん。やっぱ暗黒王像を死してなお、なあ、配信しなきゃダメじゃん。 いい終わり方だよね。仮想ライブカメラ。してって言ってた。<laughs> 加藤してって言ってた。ほんと言ったんだもん、してって。それして、加藤って。してって言われたのに、ね、そのなんていうの意思を俺継がなくていいの。で、バンされて、綺麗さっぱり消え去るのが一番じゃん。で、そう、カメラが燃えて、暗黒になって <laughs>、暗黒放送。で、ずっと、あの、未来英語を延長しといて、バンされるまで。 真の暗黒放送。真でようやく完結するっていうか。エモいよね。最終回っていうタイトル。暗黒放送、最終回、ほにゃらら、緑の葬式編で。全然三列者いないでしょ。俺、モコ、ピョコタン、サダ、ポンちゃん、その <laughs>、まあ、5、6人でしょ緑の方、あの、ゆいが、ゆいがさん、野田創里、7、8人ぐらいでしょ、来んの。ねるさん、石川、 10人はいないと思うの。あ、黒人さん。そんぐらいでしょ。ひろゆきはズームでしょ。え、みどりちゃん死んじゃったんですかぐらいでしょ。もうそこが地獄みたいな空気だろうな <laughs>。生きて、生きてるのに死後の世界を体験できるだろうね。で、葬式なのに、なんかちょっと悲しい雰囲気じゃなくて、普通に荒らされてる。<laughs> ピカみたいなさ、みどりんの死体ずっと映してて、ピカッみたいな。 ようやくピカーできるでしょ。俺あれ好きなんだよ、ピカって。早く死んでさ、死体さらしてさ、ピカーしてほしいのね。俺は AGA の薬飲みなさいって言ってた。ハゲてんだから AGA 飲みなさいってって。緑が3ヶ月前に俺が亡くなるときは、もしは加藤と黒人に任せる。国別知識の最後のその加藤に任せるからってさ。あ、そうだ、俺がじゃあ、最後、あのー、一番献杯するときの挨拶俺がするんだ。まあね、緑さん、 まあね、お世話になりましたけど、まあどっちか、こう日本のこと考えるんだったらね、あのー、死んだ方がこの国のためになったと思うんで、まあね、生きてる時は迷惑しかかけませんでしたけど、死んでようやくね、あのー、この日本に、のためにね、なることをしてくれたと思います。それじゃあ、剣っつって、やればいいでしょう。乾杯でいいな。ぱいじゃなくて。うん、乾杯だな。で、葬式に爆破予告すればいいでしょう、もうこうが。ミ <laughs> ドルさんの葬式なん何でもあるでしょう、もう。 <laughs> 何でもありじゃない何でもあるでしょ普通に。本人がこんだけ迷惑かけてんだろうね。やりた方がどうせ燃やすじゃんみたいな感じで。そのままやりましょうよっつって。ズームで、一応危ないからズームでやりましょうっつって。やればいいでしょ。ほんでなんかあの、よくあるさ、あの爆破のロケとかで使うところでさ、あの爆破でぐらいもう、<laughs> 皆さん死体に <laughs> ダイナマイトついてバーンっっそれでいい。法律が許すんだったら俺それでいいと思う。普通に、ね。いろいろ大変だから、処理が。 んなことさ、ダーッみたいな感じで。いいと思うんだけどね。爆走。爆走よくない俺が模試なんだからいい、いいでしょう。大変じゃん。クソ笑うよね、でもね。クソ笑わない緑さんが。<laughs> ちょっとマジで爆走めちゃくちゃ笑う、俺。じゃあね。緑さん、本当に、あの、お、お出迎えして。いや、ありがとうございました。つって。これっなんかあの、俺がじゃあれ持つよ。 こうやって、家持ってこうやって行って、あのー、よろしくのやつ持ってって、じゃあね、あのー、今からミオレさんは天国に行かれますけど、じゃあ、ね、あの、お見送りしましょうっ,つって、ドアーみたいな感じこで、粉々に砕けじればさ、でその中からちょっとさ、残ったね、骨をなんか、遺骨に詰めてね、肉は適当になんかその辺のね、カラスとかに食わせればいいじゃん。と、鳥草、鳥爆草。 <laughs> そう、微生物に分解してもらえばいいじゃんね。<laughs> でも実際はあんな奴死んだら涙止だといや、泣くだろうけど俺笑うと思うわ。<laughs> 俺生配信しても、緑さん死んじゃったけど、死に顔上げてて面白いみたいな感じで <laughs>。俺絶対笑っちゃうわ。<laughs> 本人もその方がいいじゃん。俺絶対笑うわ。絶対笑うと思う。だから緑さんより先に死にたくないんだよね。早めに死んでほしいんだから60くらいで死んでくれたら、葬式見れるからさ。 あと14年ぐらいでちょっと死んでくれたら最高なんだけどね。俺52でしょ。まだ俺生きてるだろうし。あと14年ぐらいでちょっと手を打ってください。<laughs> 観光名であいつも複数になる <laughs>。ポコーンみたいな <laughs>。でもいいじゃん。無敵じゃん。本来バッドニュースである死さえ面白に変えれるっていうのはやっぱ生主の究極体じゃない それとポン吉は絶対呼ぶのは、それ以外は好きにやっていいし、配信してもいいってお前が配信してもいいのにさ、死んでるてめえに権限ねえだろ。<laughs> お前のパパとかがかわいそうだろ、お前配信して。さ、あのー、ね、ほら見てください。下、あの、ミドルさんのお父さんです、みたいな感じで、こうやって、顔映しながら、顔似てますね、とか言いながら、俺がやるの。俺が悪者になるじゃん。嫌だよ。でも、身内のそ、そう、なんとか、配信はしていいけどな、ミドルさんの、 でもバンされるから、緑さんのチャンネル大事にしてんだよ。だ死ぬってなったら、俺に、俺チャンネルもら、あの、アカウント全部もらうって決め、約束してるから、そしたらちゃんと告知して、緑の葬式っていうタイトルで、やりたいんですよね。で、AV とか流していいじゃん。あの、入り口のところにさ、なんか生前の映像が、こうやって、ちょっとホワイトアウトして、パーって出てきて、みたいなのに貼り付けされて、頭がおかしくなるっやつとかもう全部、もうバンされてもいいから。 その時、クルーズさんに言って頼む。俺願今日だけは、この葬式の中だけはちょっと許してくれって。で、ね、あの、よろしくーなやつも。やりたいよね。今日じゃ死んだら、あの、死体が入らないから、俺が DIY、今日一郎の、あの、死体を入れる棺オーケ作るぞっていう DIY するって決めてるから、俺。お父さんと二人で。夏の企画で。今日ちゃんもうすぐ、あの、死ぬんで、ちょっとやっぱあんだけ体でかかったら、ちょっとね、あの、 勘置けないと思うんで僕が作ろうと思いますって普通にお父さんと作るよ。160キロが入るやつ。縦長じゃなくて横長の特大サイズ。早めに作り始めなきゃね。今 <laughs> 日ちゃ今164キロらしいです。<laughs> 俺の倍以上あるんだ。釈 <laughs> 迦と今日ちゃん仲いいじゃん。釈迦多分50キロぐらいだと思うね。あいつ釈迦の3倍あるんだ今日ちゃん。<laughs> ちょっと痩せな。120ぐらいにしなさい。ほんと死んじゃうよ。 俺最初あったの今日じゃ90キロくらいだったからね。倍になってんだ。若いからさ、まださ、なんとかなったけどさ、50超えたらさ、ちょっと怖いよね。ピザ4枚食ってんだもん。よく二人で飲むからさ、ちょっと今日じゃん、ウーバー頼もうぜって,って、分かった、つって。来て、一口。なんかまあ、四口ぐらいで食べるじゃん。で、待ってると、あの一切れを、一口で食べるのよ、こうやって。うめーとか言いながら。 で、4口で4枚食うの。炭水化物で太ってんじゃねえかな、今日ちゃん。でもさ、病気とかになるじゃん、みんな。俺もょうちゃんもなると思うんだけど、太ってる人がさ、痩せてさ、ガリガリになってるの悲しいじゃん。リキヤとか悲しかったじゃん。悲しくない痩せこけちゃうからさ。もう頼むから、健康診断だけは、マジでみんな、年に1回行ってほしい。俺、イカメラは、2年に1回行こうと決めてんの。イカメラとかもう全身カメラ。 もう2年に1回は絶対行こうと決めてんの。去年の2月、あ、今年の2月に行ったのか俺。マジで大事だわ。もう動画の企画にして、で、もう強制的に行くって決めた。30超えたら行った方がいいな。なんかカメラ系は2年に1回でいいって言われた。40過ぎるまでは2年に1回でいいって。眼検診も。逆に健康そうな配信者だって誰だ繁盛。あいつ何もやで博打もやらねえ、女もやらねえ、タバコもやらねえ、酒もやらねえじゃん。あいつずっとポケモンカードやってんじゃん。 ぐらいじゃない吉生と繁盛ぐらいじゃない食生活悪いま、あでも不健康か。もうちょっと健康にはマジで気をつけなきゃいけねえな。<laughs> 吉生最近風速にハマってるぞ。なんか信じられない。あいつ一番いかなそう。あいつレゴブロックとかで遊んでんじゃないの童貞だし。吉生と文庫って童貞だよねまだね。で、二人でレゴで遊んでんでんでしょで、夕方アンパンマン見てさ。そう、プラレールとレゴで遊んで、 昼間サッカーして帰ってきて寝るんじゃないの ?5 時とか6時くらいに。トミカとかで。俺はそう思ってるけど。機関車トーマス見てな、学校休んで。今度、向こうに下ネタ振ってみようかなお前さ、初体験何歳なのつって。<laughs> 知らねえからさ。絶対下ネタ話さないから、二人いるとき。唐突に聞いてみようかなお前さ、初体験何歳なの聞きたくねえだろう <laughs> って言うでしょ。30歳、30歳だったら合格だわ。30歳ですって言ったら。 でもそしたらルナやんと思っちゃたんだけど俺そしたら。<laughs> らそのこういうイメージが出てきちゃうんだけど。いや、ルナですやんって。俺言っちゃうよ、ポロ出ちゃうよ。やめよ。リアルになるから。やっぱ聞くのやだ。この前のニコ生でその質問に切れてた。<laughs> 初,体験いつだお初体験いつだよ。お前なんで33のじじいに、お前初体験いつだよ。23ぐらいのやつで聞くんじゃないのそういうのって。33のおっさんに、おいお前初体験いつだよ。<laughs> そういう。 コミュニケーションって、それ、お前ふざけんなよっていう意味で聞えたんじゃないのお前の周りにガチの童貞ってわかんない。俺は鬼や童貞だと思ってんだけど、どうなんだろうね。鬼やって童貞じゃないのかな俺童貞だと思ってんだよな、あいつ。ガチで。でも俺鬼やだったら聞けるから、お前童貞なんだろうって聞いたら、ってやつだなんかよくわかんない。なんか、あの、闇金牛沢くんの、 なんだっけあの、保険会社のやつが、あの、医療機器売るやつが、やるピースみたいな。なんだっけあれ。板橋。板橋みたいなピースして。で、そのまま、あの、海外に売り通されていった。<laughs> 童貞のリアクション。<laughs> でも、オニア童貞だったらおもろいけどね。俺だった言うけどな。オニアコンドーム。なんかさ、一時期さ、オニアの、配信にコンドーム映ってたから、こいつ、女と出会ってるぞ、みたいな、話。 がさ、コメントでも書かれてたじゃん。あいつ、俺ガチで知ってんだけど、あいつ、あの、オナニーの処理がめんどくさくてゴムしてオナニーするらしいのね。ガチで。<laughs> ガチでオナニーしてよ。いや、俺、オナニーするときコンドーム使うんだよあの、本当に、オナニーコンドームしてるのね。でも信用で,できないじゃん。俺でもずっと聞いてたから、処理がめんどくさいっつって。オナコンしてる。<laughs> オ,オニはオナニーのことをかますって言ってるから、ガチの童貞だと思います。 かますんだ。らしいわ。かましなんだ。ガクとか20代の同貞もっとセックスしろって言ってた。そうなんだ。なんだ理由は気持ちいいから。かませって言ってさ。同貞率が高いからみたいな。20代の同貞率今45%だって。本当 ?45% 同貞なの ?20 代って。高くないそれは。女は半分じゃん。 え、じゃ、鬼や繁盛、吉生もこのうちの二人は同定、で、こ胸と吉生童貞だから、鬼や童貞じゃねえわ。確率で言ったら。あいつかましてるわ。あ、こ胸3十代か、そうか。<laughs> てかもう、吉生も、鬼やももうすぐ30代か。じゃあみんな童貞じゃねえわ、多分。やってるわ、一回ぐらいは。かまししてんだ。20代の童貞率は4割で、処女率は3割あるんだ。ええー、上がってんじゃねえ童貞率。 上がってるよ、絶対ね。未婚率50%超えてるんだ。ま、エロコンテンツが充実してるからか。メンエスとかな。風俗とか。それはあるよね。別に困んないもんね。制約の処理に。経験者に聞きたいんですけど、どうやったなんか、牛の子供とかが生まれ落ちて、そのまま誰にも教わらずに立つように。アヒルの子供が初めて池に入った時に、誰にも泳ぎ方襲われずに、 泳ぐように、誰にも教わらずにも <laughs>、みんなってさ、考えすぎなんだと思う。委ねてみろ、自分の体に。本当に <laughs>。自分の体に委ねてみ。何にも心配することないから。なんか、できるんだよ。セックスって。びっくりするよ、本当考えたらできなくなるよ。マジで。セックスってね、できるんだよ。なんでかわかんねえんだよ。できなかったやつはだら考えてんだよ。誰にも習わずにも、できるんだよな。 上手にやろうとか考えなくていいの。アヒルの子供が泳ぐように。体をゆ、ゆだね、ゆだねてみろ、こうやってセックスに。こうやって。そしたらいつの間にかできてる。考えれば考えるほどできないと思う。うまくやろう、うまくやろうとか。自分の体を信じてゆだねたらできる。<laughs> そう、犬、そう、犬の交尾みたいに。<laughs> スコ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 ビ。<laughs> スコスコしろ。スコレ。犬の交尾を参考にしろ。 おっさんが下田連合するのは自分ができなくなってから危機感だったからできた。<laughs> あるかもしれんな。35くらいの時の性欲ってやばいのね。もうチンコ立たなくなってきてんのに、おいお前もう本当にいいのか ?40 歳になったらエッチできないぞ体が訴えかけてくるの。しろって。マジで来るからな。だって20代のうちはさ、別にいつでもできるって思うでしょ。いや、彼女がいないんだよとかいろいろそういう言い訳わかるよ。 でも体の機能的にはまあできるなっていうのが潜在意識の中であるでしょう。30代後半になってくるとできないと思うのね。今やらなきゃ。たとえこの不倫、リスクを取ってもしなきゃって。バカラで貼るときと同じ。う貼、ん、るって。貼るのそこで。カッダブル。多少不利なダブルも仕掛けていく。できないんだから。打足ですら結婚するんだから。で、負けるの。大抵。大抵負ける。そういうときは。 でもなぜか20代の女性と40代から50代の性病率が高いよ。なんか、あるのかなそういう。風俗とかの。兼ね合いがあるのかも,もしんないな。パパ活とかもあるのかも,もしんないな。もしかしたら。2年ぐらい付き合ってる彼女がトラウマの挿入障害があって、まだに何、挿入障害って。エッチが物理的にできないみたいな。あ痛いみたいな。挿入障害の治療法は、 指の太さなら入るんだ。入れても痛くないんだ。という心理的拡張の意味が重要なのって。そんなもの入るわけない絶対痛いと思っている方がほとんどなので、私の外来では初めの診察の診察で私の指が入らない、一番細い大データが入れない方は、まず、鏡で自分の膣の入り口やその周辺を観察したり、膣や助成器の作りを知ってもらうことからで、なんか治療法があるらしいよ。ちゃんと。心理的な問題もでかいんだろうね。もしくは、ンコがクソでかいか。 もうそれはそれで確かにあるかもしんねえな。俺、ポコチンちっちゃいからさ、そんな、くそいいや。<laughs> ちょうどいいや。でもさ、それよく言うけどさ、俺の理論があって、チンチンがちっちゃいよーって悩んでる人いる多分いると思うの。でもさ、それってさ、もうエッチするっていうことが確定した状況で見せるものじゃん。エッチはできるんだからよくない もう脱いじゃって、チンチン見て、お前とエッチしたくないっていう女いないのね。もうゴールした後の話だから、別に何も気にしなくてよくないだって一生エッチできないじゃん、そんなの。<laughs> する前にデカさアピール方法ないか。だからスタンドと一緒のことやればいいじゃん。ちょっとピチピチの、ね、あのスパッツみたいなやつ履いて、で一緒になんかちょっとテニスでもしに行こうぜっ、つって、スパッツ履いてクソデケ金玉。ボローン <laughs> みたいなさ、それでアピールすればいいじゃん。俺ちょっとあぐらかいて。 ほら、チラチラおめえの金玉見てくんだろう。デカ金みたいな感じで。よ、よいってなるでしょ。女の子は。らしいよ。よなるらしい。よ、よい、いってなるらしい。光みてるになるらしいよ。全員。全員なるらしい。<laughs> 大きさ判定さしてくれ。なんか、だい、俺、コメント読めるからだいたい言ってくれ。俺多分13、4センチぐらいなのね。チンポ立った時。平均ぐらいでしょ。 でもすっごいちっちゃい一人じゃん。なんかでもさ、中に埋まってるって言わない最悪さ、整形手術できんじゃないのじゃないのなんか、外に露出してる部分との違いなんじゃないのあれって。痩せて筋トレしたら出るんだ。引っ張ってたら17センチまで伸びたよ。発生さ、お前アスパラガスみたいなチンポンなんだろう別にいいじゃねえかよ。無理やりこうやってさ、違和感ない。 骨延長術受けたやつの足みたいにならないアスパラみてえないポコチンになっちゃうよねそれ。もともとちっちゃかったらさ、それちっちゃいなりにの形があるわけでさ、無理やりギュッてそれ伸ばしたらさ、ちょっと違和感ない。そういうわけでもないんだ。でも、なんか男のポコチンってさ、女のおっぱいと同じだと思うんだよな。あんまり気にしないと思うんだよな。どうなんだろうね。わかんない。女に聞いたことないからわかんないけど。気になるのかな女の子って。俺別になんか好きになったら、おっぱいでっかいの好きだけど、 なんか別に、好きになったら全く気にしない。全く気にしない。普通が一番だよな。って思う。モコは自分の身長よりチンコの方が高いよ。身長が100、多分25センチぐらいで、チンコが160ぐらいあるから、みんなが見てるモコはチンコだよ。あれモコの。モコみたいな形したチンコしてるから、だからちょっと疲れたなって時は、チンコの鏡に隠れてるの。あのモコみたいなチンコしてるから、モコのチンコって。あんま喋ってない時はチンコ見てんだよ。モコの。 そうクチートみたいな感じ。あれどっちが本体か分かんないでしょ遠くから見たら。サングラスかけてるときはあいつチンコだよ。だからサングラスかけてんだよ。そう、金玉の裏に木を置いたってそういうこと。休んでるときはあいつここでなんか擬態してんの。トグロ兄みたい。<laughs> トグロ兄みたいな理論。隠れてんの。こうやって。チンチの方が大きいから。便利だよね。 <laughs> 俺、アトピー持ちだけど、股関会を来てチンコにかさぶたができてる。光もそうだすな,なんでお前、仲間作ろうとしてんだよ。<laughs> まずじゃあ黒人さんに聞いてこいよ。まず。確定じゃん、もう。確定してるやん、勝手に。あいつもそうだよって。見たこともねえのに。<laughs> 黒人さんがさ、マカオでさ、あの、中華ばっかり食べるから、顔があれにあれって血だらけで、マカオの1000ドルのチップが紫色だもんね。 もう、色が全く一緒で、もうチップだか国人さんの顔なんか分かんなかった。<laughs> チップばーって積んでるときに、もういい、いい。チップに話しかけてた。どっちか分かんなくて。お,あおこっち、これあれチップかって。紫色のチップと国人さんの顔の色一緒で、うっ血しちゃって、あれにあれっすよ。100ドルカラーだった。油が良くないと、出ちゃうらしい。飯はやばいらしいよ。チョコウーマンコミュニケーションやってた見るわ。動画 俺が直々にお願いしちゃったからな。見たすぎて。ちょっと悪いけどやってくんねえっ。つって。あんまり人にそれそういうこと言わないけど。ライブでやったんだ。ちょっと楽しみっすね。あ、ドラクエモンスターズやるぜ。なんか、12月の3日だっけぐらいだよね。やる楽しみ。12月1日それはちょっと楽しみやね。あと1、2、3週間か。何年ぶりだろう。いや、体験版はやらない。あ、しかも、金、土、日なんだ。 え、しかもさ、ドラクエモンスターズをさ、リアルタイムでやってこなかったから、やったらさ、ネット対戦できるでしょ。ドラクエモンスターズってネット対戦できんじゃん。ようやくできるんだね。一回もやったことないの。ランクバっちゃんの嘘でしょえ、楽しみ。いや、クソゲーだけどさ、そんななんかね、ドラクエモンスターズの対戦なんて、んガチで極めようとしたら、なんかもう作業になっちゃうから、あの、旅、旅パでやっぱ、 もう突き詰めてったらさ、もう全部パーティーも固定されちゃって、みたいな感じだろうけど、旅パでちょっと潜るには最低じゃん。最高じゃん。ちょろっとやるかな。そう、テンプレ同士のじゃんけんになっちゃうからね。やりたいね。土日やろうかな。2日3日。ああ、でも一気にクリアしたくねえなー。せっかく。出てんのに。まあ、3日ぐらいかけて。やろうかな。縛りは。あ、では普通にやる。最初は。絶対。決めてんだ。普通にやる。 なそのネタバレもクソもねえじゃん。これとこれ合わせたらなんとかになるかなみたいな。そういう楽しみできるのって、なくないネタバレがない状態でできるからね。何匹ぐらいモンスター出てくるんだろう映像だけ見てみようかな。もう今作プレイしたら10年はモンスターで遊べないぞ。やりたくねえ <laughs> 寝かせてうわ、めちゃくちゃ面白そうやん。テリーのワンダーランドを入れるかの一応続編か。続編っていうか、ナンバリングか。 時間かかったねープレステ1でしょだって、イルルカって。いや、ゲームボーイから出てないってことやば何年ぶりだのこれ。24年ぶりまあ、ジョーカーは出てたな。でも、ジョーカー3が出た時に、俺、新宿住んでた記憶があるから、27の時でしょ ?10 年ぐらい前、ジョーカー3出たの。多分、そんぐらいだよね。俺、新宿の、あの、桜屋の前で、 うわ、ドラクエモンスターズ出るんだ。多分17年半ぐらい前なんだ。公式がテリバン以来の正当ナンバリング出てる。やっつーやば。ね、あの、どういうモンスターズが出てくるからさ、ちょっと見ていいチラッと。え、もう攻略サイトみたいなのがあんだけど。これ、あれだよね。公式サイトだよね。これ前も見たな。モンスター見てみようぜ。フーライスマイ、フーライスライム え、め、いや、さっちゃんにめっちゃ似てんだけど。花巻ドラゴン。サチコやん。シンガンタヌキクロコマ、誰お前ら出たーた、うんだこいつめっちゃ近いてぇドクツボドラゴンなにこれクソいいやんあ、ホメロスってなんか聞いたことあるよ。ホメロスってあのホメロスじゃん。リーズレット知らん。デスペクテル知らん。 ホメロスとあのホメロスだよね。ビッグモモンじゃなんて絶対三マスで100%使うやん、俺。100%使うやん、こいつ。あ、雪の女王か、リーゼット。こいつ100%使うやん。ビッグモン。使わないやついるピグモン。マスないのかなこれ D ランクぐらいだろうな、新眼だうもう大体わかる。E ランク、E ランク、E ランク、D ランク、D ランク。 D ランク、C 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 ランクだな。で、これ、C、D、E だな。これ。上から順に。F ランクか !F、F、F, F、E、E、E、D, D、D かな。多分、それぐらいの、集堅どころだね。で、これ A だな。ビッグももんじゃ B だな。え今回 G ランクもあるのシステムを見ようぜ。おー。これ、スイッチか。あー、出てきてる。普通に L サイズの。 毒ツボドラゴンがあれサイズないわ、多分3匹だ。サイズないわ。やべえ、クソ面白そう。ねこれさ、もう、あれやったみんな体験版やったサイズあるの ?2 マスまであるんだ。で、よ、4、四匹パーティーやべえ、やりてえ早く。キラパンサーとガルーダでウィングタイガーだって。ウィングタイガー作れんのウィングタイガーってジョーカーのボスやん。2面の。 エるやん。えローズバトラ A ランクよ。フィールドでは偶然モンスターの卵を発見することがあります。見つけた卵は物語が進むと、白以外のレアな金銀虹色に変化するようになります。卵からしか誕生しない貴重なモンスター。いやば、こんなん、やばい。この手応え久々。こんなおもろいに決まってる。おもろいに決まってる、こんなもん。初日にやるわ、無理だ。これダメだ,これダメだわ。これやるわ、無理だ。 これダメだ。無理だわ。やっちまうわ、これ。我慢できねえわ。俺、今やりてえもん。これやばいわ。これやばいわ。これやばいわ。システム、とんでもなくない卵システムもあって、じゃ、2マスまであって、なおかつ、テリワンの正当ナンバリングタイトルでしょう。やべえ、体験版やりてえ。<laughs> やべえ、体験版やりてえ。 いや、でも体験版やっちゃったら本編がくさーやべえ、体験版やりて。いや、我慢しよう、ちゃんと。ピサロなんだ。あいつ出てくるかなこいつを吸うと、なぜだか気分がいいんだ。いや、ドラクフォーの主人公じゃん、これ。絶対。だよね。ハンフリーは、ピサロのお母さんのミオレ。あ、声優もいるんだ。ピサロ誰がやってんの声。 小野大介じゃん小野大介って知ってるよ俺、名前。誰城太郎おい。なんとかだろ。低めなんだ。あんまりだねロロ。ロザリロザリ上田れなロザリ誰こいつトンボはマジの匠のトンボもいる。松岡なんとか。夢松岡なんとか。誰松岡さん。吉継。木にとって誰 なんか、ちょっと、もうちょっと分かりやすい人言って。猪之助なんだ。あ、ペテルギウスいや、天才の人だ天才だこの人天才でしょ天才だ天才の人。天才の人だ。松岡くん、松岡くん。わ、若い子だよね。リゼロのペテルギウス、天才だ。いや、俺天才で覚えてる。これ天才なの。<laughs> 37だぞ。ためやん。 同級生やん。あげぴぴ、上田姫名。誰あげぴぴって。どう上田姫名は。まだ、そんなに有名じゃない人ギャル新人の声優さんなんだ。い、それ有望だね。こんな起用されるなんて。傍傷ディオロス、三宅健太。あぶ、え、あぶ、嘘でしょあぶでる。あぶでるなの。 え、じゃ、友達じゃん、俺。三部の中で俺、アブ、アブドゥルのこと好きな。アブドゥルの香水買ったの俺だけだよね。まあ、ジョジョの、ね、あのコラボの香水出たじゃん。で、俺、アブドゥルを買ったのね。テニスの王子様の、バンバーの人世界中で俺しか買わなかったの。何を隠そう、俺とジョジョの三部でアブドゥルのファンなのね。タカさんとアブドゥルなの。俺、二代、二代いい親父。いいね。アブドゥルいいね。 アブデルじゃんお前めちゃくちゃいい <laughs> でこのメガネの鳥山明の辛抱に来る顔してるやつ。ホイミホイミなのお前 <laughs> ホイミ女なのえ、男ホイミ高野マリカ。サイレンスズカあるんだよ。魔法も希望も あるんだよの人まあ、それは多分俺が勝手に当ててるだけだから、そんなセリフないんだけど。サイレンスズカだよね。気合入ってんな。竜の、斎藤聡馬。聞いたことあるな、斎藤聡馬って。これで、ね、まあ、ラスボスだろうな、おそらくな。寝室規模、もう、スクエニの寝室規模は、規模はラスボスや。ちなみに。もう、相場決まってんの。スクエニ寝室規模ス、クエニプラス、寝室規模イコールラスボスや。 こいつや。ドッピオなんだ <laughs>。へえー。パーシバル。竹内涼太。まだ有名じゃない、これからの人問題はこれだよね。ワンチャン加藤純一あるよ、こいつは。見えてねえか俺、これワンチャン加藤純一で出てくると思う。俺今ドラフトに指名されてる高校生の気分。いや、これ俺でしょ。絶対。絶対俺の可能性ある。 重大発表があります、皆さんに。いきます。ジンマー将軍、安た。<laughs> いいじゃん。最高じゃん。指名漏れ。<laughs> 最高じゃん。譲れる。チャードでしょ安本さん。最高じゃん。譲れる。<laughs> こいつになら任せられる <laughs>。 安本さん、すげえんだなすげえな、安本さん。じゃあ、ママ。な <laughs>、そう。なんか、安本さんなんかあったらじゃあ、俺がやる。すごいね。ジンマー将軍できんだな、やっぱなその先、三えちゃん。てか、声優陣豪華じゃない新人の人なんだ。さあ、問題の、導か、うわー これまだ言っちゃいけないよね。あれも、もう告知されたこれって。まだか。ゼロじゃないよね。だってまだ告知されてないんだよ。で、俺が不可解に今このあれを見てるんだよ。これ以上言えない。んちょっと待って、これ、これ、隠し絵で絶対ショコなんでるやん。<laughs> 絶対ショコやん、これ。<laughs> 私の技、味わわせてあげる。ブライ。クリフト。おー えフォーが、あれなのあ、そっか、ピサロだからフォーか。え、ってことは、てんてれ、てんてんてれて、てってれて、てってれ、てってれ、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 てん。やーべーやりて早くやーべークソやりてれ、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 てて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 て、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 て ドラゲーモンスターズ、もうすぐ発売だっていう事実、俺は気づかないようにしてたのに。つれえよ、一ヶ月待つの。気づかないようにしてたのに、見ないようにしてたのに。これ、買いです、皆さん。もう断言します。これ、買いです。100%。うわ、やりてえ、早く。え、なんかこれずるくないで、ね、も。俺これやっちゃっていいのみんなと同じフィールドやりたいよ。普通に買うか。 ビギナーお役立ちセットは俺はおすすめしない。あ、でも別にいっかそんなずるくねえな。いや、これはダメよお肉はずるよお肉はみんなダメね、ちなみに。DLC 見ろど、どこに DLC あるのお肉ダメみんな。ずる。肉は甘え。下うわ、出たーサバカ、最強三バカトリオ来たー これ内閣総理大臣より偉いです。ちなみにこの3人は。俺の中で、あのー、この3人は内閣総理大臣より上の立場です。この3人、やっぱいいね。杉山孝一先生の名前がここにね。ね見て、オープニング考えただけで鳥肌立ってきたこれ。<laughs> ねちょっとオープニングでもうで、み、ね、オープニング見ていいオープニングってもう体験版流れるちょっとオープニング見ますかついに。 やべえ、鳥肌が止まんねえ。俺まだ、俺ちなみにオープニング処女だからね。ファイナルトレーラー。俺ちなみに処女なんで、優しくしてねえ。ちなみに、ドラクエ11、オープニング見た段階で、もう、もう我慢できなくなった。一回クリックして、音がやばい、もう。ピーンがやばい。チンコがピーンの時と同じ音するから。ファイナルトレーラーって俺見てないよね。オープニング見てえよ、おい。オープニング見てえよ したらオープニング出てねえんだ。おい、見してくれ。我慢汁がびちゃびちゃだよ。上がってんのはトレーラー4本だけで、まだオープニング自体は公開されてない。うわー、いけず最高じゃあ、俺は配信で初見でそれを見れるってことね。マジか、俺泣いちまうかもしんねえぞ。クソやべえわ。びっくりしちゃうかもしれない。俺。びっくりしちゃった。オープニング見て。 うわぁ、オープニング見て頼むオープニング公開してくれ <laughs> オープニング見て心臓が持たねえよ俺初見で実況プレイでオープニングじ、初見だったら心臓が持たねえなあ体験版のオープニングはまだ見ない方がいいです。想像の千倍いいです。追加コンテンツも必ず買ってください。まだ噂なんですけど、レートルの対戦でシーズン1になると、発売記念で記念品があるような話が出てます。へー。体験版のオープニングまだ見ない方がいいだってちょっと我慢するわ いや、我慢する、我慢するいや、我慢する、我慢する絶対我慢する, <laughs> 我,慢する我慢する。我慢する。あと3週間我慢する。それまで黄昏の森クれじゃできるだろ、さすがに。<laughs> 俺死んでないんすよ。明後日からまた再開しよう。黄昏の森実況プレイ。実況プレイ。明後日全軍しようかな。でも、1個問題があって、あの、あのボスの倒し方がわかんない。 ね、あのボスの倒し方分からん。手探りで頑張っていくしかねえ。ちょ、手探りで頑張るわ。積んでるまさか俺。本体に逃げられちゃった。のに放たれちゃった、悪が。なんかサイトによるとリッチ行こう、マジで急にない涙がかるしいえ <laughs>、だいぶ、手探りで行こう。一歩進んで二歩下がる。一歩進んで二歩下がるで。でだ,だん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 後ろに交代していこう。死ななきゃいいんだから。別に一回、初見で必ず一回目でクリアし,しなきゃいけないってルールはないんだから。行って、 まず見るじゃん。階段の後ろからこうやって。覗き見、覗き見するじゃん。さっきのブライみたいにこうやって。ああ。ショコタンがあれなんだ。声優なんだ。で、一回戻ってくるわけ。家に。で、対策を練って、また見に行く。あ、やばいねって。っで、一日一匹ずつボス倒していけば、いただきなんだよ。そのうち。そう。復活アイテムも一個あるの。俺。ただ、一個問題があるの。 バーンってやられて、うわーって復活、例えばマグマにバーンって落ちちゃって、復活、うわーって復活したらまたマグマの中で復活して、そのまま2連敗っていう可能性も、マジで亡きにしも下柳泣き強しだから、死ぬ場所もちゃんと選ぶ。もう絶対絶命になったとしても、俺は、そういうふ、どういうふうに復活するか分かんないの。だから、そういうふうに復活すると仮定して、焦らずに行く。絶対。で、最悪飛び降りて死んで、そこで復活する。<laughs> あのアイテムハードコーナーだと意味ないぞ。 一応お守り、おま、じゃあ分かった。じゃあ一応お守りとして持っていくわ。一応な。お守りとして持っていく。もう死んじゃいけないっていう気持ち。で、も,もしかしたら、復活するかもしんないから、ちゃんと、可能性をちょっと、考えながら行こう。分かんないから。手探りだから。エンチャントもやって、完璧な状態で行くわ。マジで一回ボス行かない内正かえだから、ちょっと次はあの、夕方ぐらいから早めにやって、 内政しっかり整えて、リッチ倒すってところまで行こう。ちゃんと農業を始めて、ね。え、農業じゃない。家畜、畜産業を始めて、まずあの大地で暮らしていくぞっていう土台を整えて、畑と牧場を整えて、落ち着いてやろう。じゃなきゃダメ。ベーシックインカーマーを作って。じゃなくて無理。俺この前やってみて思った。これやられると思った。いや、現世じゃなくて、 たそがの森で作りたい。まあね、ちょっとじゃあ、今日ちょっと寝ずに帰ってきて、もうさっき帰ってきたばっかりだから、僕はもう今日寝ますけど、皆さんもね、指折り数えて、ドラクエモンスターズ待ちましょう。で、オープニングは見ないでください。オープニング見ちゃダメ。楽しみに待つ。それでは皆さん明日もお仕事頑張ってください。